メチャンネル始まるよってことでお疲れめのですええー、これも、メノーズギタートークしていきたいなと思います。ギタートークっつうか、音楽トークか。別にギターにはかけらんからね、まあ。で、今回はちょっとギターの話ですね。まあタイトルついてると思うんですけど、ちょっと朗報というか、まあ朗報っていうか、まあ僕のファンの方にとっては朗報ですね。まあ僕にとってはもちろん、もう朗報も何も、よっしゃーって感じなんだけど、 あの、まあ、先に結論から言うと、あの、ギターをね、さらにもう一本買いました。うん。だから、ま、まだ前回買った、買ったっつって、そのいわゆる動画を出してない。まあ、Vlog で、いわゆるその、商談、まとまって撮りに行くっていうところまで出したと思うんだけど、出してると思うんだけど、ま、あでもあの後ちょっとま、あまだちょっと撮れてなくて、いわゆるギターの紹介動画みたいなのが作れてな、ないんですよ。 ないんですが、その後に、要はあの、六、六章、足立区の東京の六兆まで取りに行った後に、さらにもう一本買いました。<laughs> もう先にばらしておくと、あの、ストラトキャスターです。うん。だから、ストラト2本買った。<laughs> いやいや、どんだけよっていうさ。あの、ね、も、もともとはね、テレキャスター買おうと思ったんだけど、あの、テレキャスター買おうとか、テレキャスターに関しては、別にどれがとかではなくて、テレキャスター欲しいな 最近思ってるって動画にもしたと思うんだけどただまあ当然ね僕ぐらいになればあのまあ26年もギター弾いてるしねたくさんギター買って売ってきたんで何でもいいってことではなくてあのもう僕ぐらいになってくるともう41なんでまあ生涯最後まで使いたいなって思える竿じゃないと別にギャグで買ったりはしない,しないんですよ。散財したいわけじゃなくてあの使えるギターが欲しいわけだから。 でね、この画像の通り、あの、まあ、これは単純に僕はギター今弾いてるから、あ画像は今回変わんないんで、このままですだ。だからラジオだけで大丈夫、身だけ傾けてもらえば全然大丈夫なんですけど、まあ、要するにこれぐらいのね、いいギターがあるので、別に困ることはないんで。だからもう完全にここから先は、もうただの本当に所有欲、プラスガチでサウンドが欲しいっていう理由以外は別にいらないわけですよ。 弾きやすいギターとかね、見た目のいいギターならもうあるんで。だからもう音が欲しいっていう理由以外で別に必要なあれはないわけ。で、テレキャスターも別に俺テレキャスターの見た目が好きってわけではなくて、もうシンプルにテレキャスターの音が好きっていうのと、テレキャスターの弾き心地があの独特で好きっていうわけであって、見た目だけで言えば別に今持ってるジェームスサイラーとかレスポールとかの方が好きだから、もう完全にテレキャスターのサウンドが欲しいわけ。 あののめちゃくちゃゃいくいい,い,いいテレキャスの音がねだから何でもいいってわけじゃなくて本当にうん逆に言ったらほとんど良くない全然いいテレキャストはないって感じなんですよねだから出会いさえあれば欲しいなっていう感じでこの前も撮ったんだけどあ動画ねで今回たまたまストロトが <laughs> 見つかっちゃってあこれはちょっと買わんとあかんわっていうやつでだからキンキンでもう一本買っちゃったっていう感じっすね なので、あのーうんまあ、手元にもあります今だからそれはまた紹介するんであのー、皆さんにはね二度おいしいというか、うんまあ、別にもう今あるやつもね十分素晴らしいギターたちなんで普通のやつじゃ買えないっていうかなかなかこのレベルのもの所有できないと思うので、まあ、そういう意味では全然もう今の段階でもね、あのー、ありがたみもあるし ワワクワク度も高いんですけどさらに追加であのすげえギターをね買ったんであのまあ、すげえギターっていうか一歩新しく買った方はまだねプラグインしてないんですよ生音でちょっと弾いたんですけど生音の段階ではすげえ良かったうんいやこれ撮ってる暇があったらプラグインせえやって思うかもしれないけど <laughs> いやいやまあ一応ちょっとギター買ったっていう報告はし,しないとなと思ってだから今話してます 先に買った方の1本目の方は、もうプラグインもして、あの、すごく、素晴らしい音ですね。正直、もうメインというか、1軍に加わったんですけど、新しく買ったやつが、じゃあ1軍になったのかっていう、あ、これ1軍、これ1軍っていうのは、レスポールカスタムと、えー、っと、ランディ v の2本ですね。あとは俺の中で2軍なんで。まあ、いいもんですけどね。サウンドという意味での1軍はその2本。 まあなんで、そのサウンドの一群、レスポールカスタムとランディ V。まあこれに並ぶストラートキャスターが手に入ったというわけですよ。3本目としてね。で、今回今動画にしてるこの4本目のさらに新しいストラートキャスター。まあこれが一群になるのか二群になるのかちょっとわからんのですけど、まあただ、まあ生ないね、弾いてる感じはすごくいいフィーリングなんで、まあ一群にいけるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあまあ近々、それはまた出しますよ。ちゃんと。 そんな、何週間も何週間も引っ張ったりしないんで。ただ、動画をね、分けるのがめんどくさい。あ、う動画をまとめるのが編集としてめんどくさいので分けてるっていうだけであって。まあ、もう、俺の性格皆さん知ってると思いますけど、あの、うん。こうやってラジオだからね、雄弁にこうやって楽しくユニークに話せますけど、これに超小高い編小さ、小賢しい編集があるって考えたら、これを取り終わった後にもう一回やんなきゃいけないわけよ、その作業。もうそれが死ぬほどだるいから。 まあなんでラジオですいませんね、いつも。その代わりトークは気合い入れてるんで、あの、楽しい、楽しいでしょ。<laughs> そんな感じでスタート買ったんですよ。いや、ちなみにあれなのよ。まだ欲しいストラトあってさ。<laughs> ギャグだろ。うん。あ、な、なんだろうな、もう本当音の差って埋められないよね。こういう、なんていうの。その、 わかんない人がしてみたら、似たようなもんじゃんとか、同じ形のギターじゃんとか、スリーシングルじゃんとか、材の差しかないよって思うかもしんないけど、なんかその罪の差しかないっていうのは当然そうなんだけど、でもそれがしかではなくて、罪の違いが大きいっていうのもあるし、もっと言ってしまえば個体差がでかいっていうのもあるし、見た目の違いがでかいっていうのもあるし、引き心地とかフィーリングが違うんだっていうのもでかいし、 今挙げてあげて十分もう四つも違うんで、もう十分買うに値する理由というか。<laughs> わかるいや、やっぱなんだろうな。26年もギター弾いてると、やっぱりギターへの愛というか、愛、愛なのかなこれは。執着なのか執念なのか、もはや、業なのか、修羅なのか、悟りなのかわからんけど、とにかくそういった類の何かであって、もうなんかこう、めっちゃ、 めっちゃ欲するよね。うん。これだけですね、こんなに欲するものは。なんか、なんつうの、別調べたりとかもしないしね、他のものはなんか。純粋に欲しいとも思わんし。うん。あってことたれてるのに欲しいっていう唯一のものがギターですね。どっかで終わりは来るとは思うんですが、うん。 いや、なんかギターはいいよね、やっぱり。他にも欲しいギターいっぱいあるもん、俺。あの、本当ハイブランド系とかも別に欲しいし、うん、コンポーネント系のね。で、未だにフェンダー・ギブソンだって好きだし、まあ、ヴィンテージ系も好きだし、うん、も,もうなんか変わり種というか、いわゆるヘッドレス系のいわゆるやつとかも欲しかったりするし、余裕さえあればね。 お金が足りないから、ね、買えないっていうだけであって、金が無限にあるんだったらもう一回でも欲しいよね。もうど、ど、こで使うかもわかんないのに、グレッチとかも欲しいしね。<laughs> ホワイトハルコンとか、別に、ね、買えるもんなら、なんかくれんなは欲しいしね、やっぱり。引いたことないけど。いや、あんな。一回か二回引いたか。うん。まあ別に、自分のね、水に切って買おうと思うけど、まあ、 ね欲しいなと思うよね、やっぱり。見た目もかっこいいし。なんか欲しいギターって尽きないよね。うん。もうデジマートとか、デジマート見んのはさすがに飽きたかな。飽きたけど、でも一時期はもうなんか、デジマート見て、もう自分で買ったわけでもないのにいい気になってましたね、普通に。買ったかのごとく。全然いいギターを見つけて、買ったわけではないし、所有したわけでもないし、 弾きに行ったわけでもないのに、デジマートを見て、もうとにかくもう隅から隅まで見まくって、いいなって思ったギターを見つけて、なんか、その画像をなんかダウンロードして保存したいとか、うん、それを眺めてるだけで、なんか買った気になってるというか、なんか、それでなんか幸福感を得てるというか、そんなのさえありますね。だからある意味あのデジマートとかのあのシステム、J ギターズのあのシステムってありがたいですよね。やっぱり言うて買えないわけですよ。 まあ僕今回、今回はね、買ったっていう報告だけど、でも何本も何本も買うってことできないじゃん、多分皆さんも。まあよっぽど大金持ちじゃなければさ。するとやっぱり僕みたいに、その、デジマート閲覧をして、まああとさらには YouTube 閲覧とかをして、要は自分のものじゃないのに、人が弾いてんのとか、自分が欲しいものを人が持ってるのとか、お店のどこどこにあるとかっていうのを見て、画像を見たり、そのなんか演奏の動画を見たりして、そのよっ 欲望を満たしてるというか、わかるこの感じ。<laughs> 俺普通にあります、これ。うん。なんかそんな風に思うのはでもギターだけですね。他のことでは特にそんなのないなっていう。だからありがたいシステムですよね、本当に。なぜかね、こう、所有しなくても、そういう画像を見たりとか動画を見るだけでも、その欲望の結構半分かないし60%ぐらいは満たせるんですよね。 まあもちろん自分で所有しなければならないっていう、買わないとっていうところでは本質的に手に入ったことにはならないから、まあ買うってうところまで行って初めて100%にはなるんだけど、でもね、買うっていうところに至るまでっていうのはよっぽどのケースであって、まあよっぽどですよ。まさに喉から手が出るほどっていう感じっていうか、そのレベルにならないと、まあ買わないですよね。だからギター歴、 まだ浅い人とか、初心者の人とかが、ギター欲しいなとか買いに行こうかな、か買いに行こうとか、例えばお茶の上で見に行こうっていうのと、俺が、今の歴だったり知識や見解がある中で、わざわざアシスト時間使って、思想しに行こう、見に行こう、気になるっていうのはね、ちょっと意味合いが、意味合いは同じだけど、そうレベルが変わってきますよね、本気度が。僕が動くってことは、 8割方も買うつもりで言ってるからね <laughs>。ある意味楽器屋さんからしてみたら、まあ、俺みたいなやつがいるというのは朗報ですよね。こういう客もいるというか。俺みたいなやつはほぼほぼもう、ほぼ半分決めて、半分以上のか決めてる感じで来るというかね。だから、そう、実際に手に取ってみて微妙とかならない限りは、まあ、十中八九買う気満々できてるみたいな。 でも中にはほぼほぼ逆に十中八九冷やかしなやつもいるわけじゃないですか。楽器、楽器ってね。僕も楽器屋さんとか行って他の客とか見てると、ああ、こいつは買わないだろうなとか、わかるんで、普通に見て。もうパッと見てわかるっていうかね。うん。しかもお金のあるなしとかさ、その、財力とかさ、年齢とかさ、性別とか関係ないじゃん。そういう問題じゃないのよ。そういうのがいにあろうとなかろうと、仮にあったとしても別に買わないやつは買わないじゃん。全然、金持ちの冷やかしとか、 いっぱいギターあるやつの冷やかしとか、ギターがただ超うまく弾けるからって、別に買う気もないけど、なんか弾きたい、弾きまくりたいがために冷やかしに来るやつもいるわけですよね。全然いるじゃん、普通に。でも、ガチ勢もいるわけですよね、俺みたいな。<laughs> まあ、めったにガキ屋なんか行かないというかね、逆に言ったら。本当に探してる時しか行かないから、俺なんか。うん。なんで、まあ、売りたい方からしてみたら、 そういうやつはいいですよね。うん。まあ、それはいいんですけど。まあ、そんなこんなでスタート買ったんすよ。全然タイプの違う、まあ、ものを買ったんで、材も違うし。だから、うん、似たような感じだなとはならないんでね、前回のやつと。まあ、今持ってる他の、いわゆる画像,画像に映ってるスタートキャスターたちともちょっと違うので、まあ、個人的にはすごく。 いいい気分というかまあなんでねあの今回はまあさらっとこれぐらいにしときますわ要するに新しいギターをさらにもう一本追加で買いましたとでさっきちょろってたけどもう一本欲しいやつあってそれもねちょっと近々しそうに行こうかなって思っててそれはねあのちょっと行ける範囲の店にあるのでねうんちょっと弾いてみたいなというかちょっと弾かないとやっぱりできれば弾きたいんでね弾かないで買うの怖いは怖いんで今回はたまたまガチャが当たってめっちゃ良かっただけであって 結構な確率で僕外してるんで。なかなかですよ。60万とか70万のギターね、いわゆる勢いで買って、ノリで買ったわけじゃない。あくまで勢いとは言っておくけど。ノリでギターなんて買わないから、そんなね。あの、高いものは。でも勢い出して、いざ買ってみたものの、思想せずに買ったせいで、やらかしたこととかありますよ。70万のしくじりですよ。 いや、いい、その70万、その1本だけじゃなくて、もっとしくじり総額なんて言ったらもう何百万ですけどね、普通に。まあ、ただそういう場合は処分するんで、あの、意時でも買ったないように高く売ってやるぞとかっていう、そういうのもありましたけどね。うん。まあ、ギターはね、そんなに寝崩れするようなこともなければ、基本的に寝かしてさえ置けば高くなるんで、ほとんどのギターは。ましてや、僕が買うようなものっていうのは、もともと価値があるものを買うから、まあ、損したことはあんまりないですね、ギターにおいては。 大体、まあ結局気に入らなくて売っちゃうってことだと、まあ形上転売って形になっちゃうけれど、気になる場合は結構すぐ売るから。けど、まあ儲けてなくてもマイナスにはなんないからみたいな、そんな感じですかね。あとはマイナスになったとしても手数料分ぐらいで済むっていうか。まあそういうのもあって結構、本来は、ちゃんと引いて買いたいんだけど、そのガチャに依存してしまうところもあるんでしょうね。うん。まあでも、 なるべくなら、ちゃんと買,買う前にね、弾きたいんで。今は昔と違ってね、この PC 持ち込んで、インターフェース持ち込んで、ロジックでテストすることができるっていう素晴らしい思想の方法があるんで。やっぱ昔はね、そんなのなかったんで、あの、そこの楽器屋さんに置いてあるクソアンプだったり、逆に超いいアンプだったり、意味わかんねえ、なんか <laughs>、システムで弾かされてみたいなね、もう竿の音の違いなんかわからんよっていう状態でもう、 自分の感覚で、まだ育ちきってない感覚と耳で判断するしかないような感じだったんで、なかなかね、不便だったし、難しかったんですけど、今の時代の人の方が、ちゃんとテクノロジーを駆使して思想に臨めば、まあ、無駄金使わないで済むんじゃないかなって思うんです強く羨ましいなと思いますね。僕が今の、ね、あの、普段思想しに行ってるシステムも、 もっと若い頃からあって使えたら、まあ、使用してきたお金の半分以下で済んだと思いますね。まあそういう意味では本当に今っていいですよね。やっぱテクノロジーってすごいなっていう。僕は絶対そこの楽器屋にあるそんなアンプやなんやみたいなわけのわかんないもんで引かされるなんてのはやんないんで。うん。あの、絶対わかんないんでね。まあ今の自分ならまだある程度ね、楽器の知識もあるからわかるけど、経験値が。もう、 何も知識ないことか、ギターはまだ3本4本5本ぐらいしか所持したことがないなんてやつがそんな状況に置かれたら絶対わかんないからね、普通に。だからもう本当自分が買ったギターがいいのか良くないのかさえもなんか結構わかんないんじゃないかなって思いますね。まあ、逆に言ったら僕が変なしギター買いについていきますよ代行サービスみたいなことをやったら <laughs>、まあ間違いなくね、ギターは外しませんよ、本当に。絶対にいいギターを。 あの、買うことができるというか。あ、それは良くないね、とかって、もうスパッと。もう僕、3秒で把握できるんで <laughs>。そのギターがいいか悪いかって。まあ、見ただけでは分かんないけど。まあ、見ただけでもなんとなく分かんないけどね。ギターってね、これは鳴るぞっていうね、オーラとかって出てるんですよね。逆にこれは微妙なギターだわっていうのはね、そういうオーラしてるんですよね。<laughs> な、なぜかだからそういうの見えるんですよね、俺。感覚っていうか空気っていうか。 なんか分かっちゃうんですよね。な人も分かるけど。そういう特殊能力ですね、僕の。まあまあまあ、いいや。というわけでね、そラッドキャスター新しく買ったんで、お楽しみっていう動画でした。またね。